こんばんは。はい、本日はバックハンドのスライスのポイントをちょっと解説したいと思います。まあ、結構テニスもこうやってて、最初やっぱりフルアウトスピン習っていくと思うんですが、まあ、ある程度のレベルに行くとやっぱりスライスっていうのはやっぱりすごい試合とかラリーでやる上ではすごい大事なものになってくるんで、まあ、今日はスライスについてお伝えしたいと思います。でポイントはまずは、まあ、コンチネンタルグリップですね。挟んで握っていただいて、まあ、そこのグリップを気をつける点で、今から大事なポイントを申し上げますが、まずは肩ですね。少しこのラケットを持って肩にラケットをちょっと担ぐ、少しこう引いていただく、肩って肘をこう上げて肩に持ってくるような感じ。これが結構大事なポイント。ここで当てに行くんじゃなくて、しっかりある程度引くという動作を入れていいと思います。肘をちょっと曲げて上げる、これがポイントの一つ目ですね。こっからですね、これができたら少し今度はこの小指側からですね、小指側からラケットをこう引き出す、小指側から入れてボールを捉えていくと。ここからもうここにセットして小指側からこう出していただいて、あとはこのラケットはもうボールにぶつけていくイメージですね。ここに肩に担いでボールが飛んできましたら、そのボールに対してラケットをぶつけていってあげるというイメージがすごい大事なんです。じゃあここにセット、そしたらボールが飛んできたらそのボールに対してラケットを入れていってあげるというのがスライスのポイントになるんですが、もう一個大事なポイントがありまして、なるべくボールは引きつけます。手元までこう引きつけてあげると少し厚く当たるんですけど、まあ、よく焦っちゃって前で取りすぎちゃうと面が開いちゃってボールが浮く傾向になるんで、なるべくちょっとボールを手元までこう引きつけられると当たりのいい滑るようなスライスになってきますんで、まあ、ちょっと気をつけていただきたいので、ちょっとボールを呼び込めるといいスライスになりますよ。それがちょっと前でなりすぎちゃうとボールが浮いちゃいますよ。もちろんこうロブとかで使ってもいいんですけど、まあ、普通に低いボールで滑る場合は手元までボールを持ってくれると低くて伸びるスライスが打てると思いますんで、まあ、今説明した3点で気をつけてやってみてください。ちょっと今からまた打ってみます。はい、今やってるようにちょっとこう曲げて肩に担いでいくと、曲げてからスイング、だから肩を支点ですね、肩を支点にスイングすると。であとは小指側ですね、小指側からラケットを引き出す、小指側から出します。で最後はちょっとボールを呼び込むと、少し引きつけて打っててあげるとボールが浮かないで低いスライスになってきます。ラストです。はい、今ご覧いただきましたがいかがだったでしょうか。まあ、スライスのメリットは、まあ、少ない力で打てます。あとはボールもやっぱりこう低くて滑るボールで、結構やっぱりうまくスピンとスライスの打ち分けできると結構相手の人も対応がこう難しくなってくるんで、まあ、うまくこう一回コツつかんでしまえば本当にずっと使えるショットになると思うんで、まあ、最初ちょっと覚えるまでね結構時間かかると思うんですけど、諦めずにちょっと一回一回打っていただけるとスライスもね身についてきて、テニスの幅っていうのが、ね、広がると思うので、ぜひ練習してみてください。ありがとうございました。